がいっぱいあるっていうのはホンダスピリットの象徴と思って作ってます。タイプ R ってホンダが目指す性能を体現する使命がある車なんですよね。アスリートなんですよね。我々は車を鍛え上げていくわけですから、やっぱり磨ききることの美学。タイプ R のライバルはタイプ R しかないと思ってます。何かを成し遂げたいからチャレンジするわけで、期待に応えたいだったり、その期待を超えた感動を届けたいっていう使命感が大きいですね。もっといいもの作りたいとか、もっと速い車にしたいとかって目標があって、そこに向けて鍛錬して、今までのこだわりの集大成、本当に作りたい車の姿がタイプあると思ってます。